MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします。今日はスペシャルですね。そうですね、今はですね、今はですね、僕ら実ははい、グリーンズピクニックでですね、はいはい、終わりまして、車の移動中の、で札幌へ向かう車の洞爺湖沿いを今ね、そうですね、羊蹄山もちょっと羊蹄山がちらっと見えましたね。最高の環境でですね、そうですね、でまあ車ね、はい、イベント参加してくださった方も一緒に車乗ってますね、はい、盛り上がりながらね、盛り上がりながら進めていきたいと思いますけども、なんかいいですね、人気者感がありませんか、このそうだ、ね、移動中のにも撮るって、なんかそうだね、ちょっとなんか取材を受けてるような、まあ自分たちでやってるんですけどもでも洞爺湖って言ったら、はいはい、やっぱり洞爺湖バートだよね。バートチュン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 それスズメじゃないですかね。洞爺湖バートって言ってるけど、チュン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 しかない。スズメリズムは刻むんだよ、この鳥は。この鳥はね、リズム今ね、動きも入ってる、ね、よく合わないけど、今めっちゃピアノ弾いてるんです。今もはや鳥じゃない、チュンチュン長い、チュンチュが長い。皆さん今、はい、有名な洞爺湖バードの、はい、バード初めて聞きましたけどね、まあ、ほぼスズメでしたけどもまあそんなわけね、はいはい、バードもお供しながらね、はいはい、鳥が多いですね今日ね、はいはい、チュンしか言いたいことないなるほどね、こういうピクニック参加者は分かりますけどね、今日 MG こと今日のねブームがねチュンチュンなんですよね。降りてきたんでしょうね、多分ダウンロードされたら。やっぱり洞爺湖バードがの精霊がいますから洞爺湖バードの精霊がなるほどね、いるんですね。これいいですよ、めっちゃ今アクションついてるんだけどね、お届けできないのが残念ですけども、まあ、ピアノ弾いてる鳥っていうね、ちょっと謎ですけども、はい、もういてくださいだけですかね。そうですね、そうなんですね、チュン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 、半分以上チュンしか言ってないけどね、もうはや放送事故なんじゃないかってぐらい危険を伴う。洞爺湖に来ると洞爺湖バードの精霊と会えるからね。なるほどね、これはもうまた来年も来たいですね、洞爺湖をね、そうですね、ピクニックね、来たいですね、本当に最高のね空間で、はい、仲間と深め合っていきたいですね、これからも、はい、よろしくお願いします。もう今日はね、洞爺湖の、はい、今ちょうど洞爺湖沿いを走ってるので、そうですね、洞爺湖の空気とバイブレーションをですね、そうですね、響きをね、お届けしようと思って、はいはい、でそのバイブレーションってどういう響きかっていうと、はい、一言で言うと、チュン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 、なんか一言なのかなこれはっていうところがありますけどね、まあまあでも洞爺湖バードがね、洞爺湖バード降りてきてるということで、はい、まあほぼチュンチュンでしたけども今日はチュンチュンチャンネルよろしくお願いします。チュンチュンチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい、毎日違うチュンチュン。いろんなチュンチュンのエッセンスをね、はい、お届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、MG コタロウ。エール、マサノ。笑う門にはグリーンズ。ありがとうございました。チュン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 。